奈良新原青は、インドの政治家。第12代首相。日本では、奈良島ラオ首相と表記されることが多い。インド南部のハイダラーバード半王国に生まれる。インド国民会議派に所属し、アーンドラプラデーシュ州首相などを務める。1977年会議院選挙に立候補し、当選する。以後、インディラガンディ、ラジーブ・ガンディー両政権で、内務大臣。 国防大臣、外務大臣を歴任する。1991年連邦会員選では、引退を表明し不出馬であったが、総選挙中に、国民会議派総裁のラジーブガンディ元首相が暗殺され、急遽、後継総裁に選出される。総選挙後、首相に就任。1996年まで務める。在任中は、改革派のマンモ半信を財務大臣に抜擢し、 従来の国民会議派の社会主義的色彩が強い、経済政策を転換し、外資導入や経済の自由化など、経済改革を推進して、インドを世界有数の IT 大国に飛躍させており、中国で改革開放を推し進めて、経済成長に成功した、鄧小平から着想を得ていたとされる。一方で、国民の間に経済格差が拡大し、 政権も腐敗したと言われ、ラーオ本人も首相在任中に内閣不信任案の可決阻止を目的に複数の議員に資金を渡した疑いで買収などの3件の台上で起訴された。後に無罪判決を勝ち取る。しかし、経済改革の恩恵が一部の富裕層に偏ったことから大部分の貧困層の離反を招き、1996年、 連邦会員選では大敗した。2004年12月8日に心臓発作で倒れニューデリーの病院に入院12月23日に死去83歳没。ありがとうございます。